G3 リアドダートスプリントイコール2024年2月24日土曜、キング・アブドゥル・アジーズ競馬場打1200メートル。川田騎乗のリメイク、オスゴ、シンタニが後率位追走から力強く伸びて優勝。昨年3着の雪辱を果たした。ペースが速くなると想定していて、その通りの流れになったのでこの馬の競馬をしました。と川田。 昨年、このレースに、チャレンジした時が僕の尊敬する福永さん、u 一イコール現調教師、で、悔しい思いも見ていますので勝てて嬉しいです。と偉大な先輩のふも含めた、リベンジ V となった。進化に調教師のコメント、スタートが決まってジョッキーの理想通りの位置取りでロスなく運び、最後もしっかり足を使ってくれました。 全体が流れたら鋭い足を使って、流れなければそれなりのポジションを取れるのが強み。前田浩二オーナーのコメント、ダービーを3回勝ったよりも嬉しい。4コーナーを回った時の手応えで勝てると思いました。体つきが良くなって力をつけていますね。トレーナーをはじめ、みんなが一丸となって勝とうという力が伝わったんだと思います。 ケンタッキーダービーを含めアメリカの参冠を走ったラニの子供で、より胸に来るものがあります。